白魚は、スズキメハゼかに分類される魚の一種である。一種の実で白魚属ルコプサリアンを構成する。透明な体の小魚で、日本、朝鮮に分布し、食用に漁獲される。急流をラウオかに分類される白魚とは、生態や姿が似ていて混同しやすいが、全く別の魚で、分布も異なる。日本での地方名として比を、イサザ、ギャフ、白魚などがある。 関西地方などでの呼称は、白魚かの白尾との根性。また、北陸地方での呼称イサザは、ビワ湖山ハゼの一種の標準和名に当てられていて、ビワ湖で、ヒウオは、アユの稚魚を指す。朝鮮では、標準名で、シシラウオと呼ばれるが、死ぬと白く変色することによる。他に、などの地方名がある。英語では、氷のハゼを意味するアイスゴビーと呼ばれる。 北海道南部から九州南部までと朝鮮半島南部の軽症南道周辺に分布する。南西諸島には分布しないが、奄美大島からの報告がある。日本に生息する個体は遺伝的に異なる地理的集団を形成しており、日本海系統、太平洋系統に分けられる。また、瀬戸内海域は日本海系統太平洋系統が混合していると報告されている。 制魚は全長5センチメートルほどで、細長い円筒形。体はわずかに黒い色素細胞がある以外は、ほぼ透明で、眼球、浮き袋、脊椎等が透けて見える。ただし死ぬと体が白く濁ってしまい、体内の構造は見えなくなる。メスは腹部に黒い点が一列に並ぶので押すと、区別できる。風は丸く、口は目の後ろまで裂け、下顎が上顎より前に突き出る。 顔つきは、ハゼ類の特徴がよく現れている。ハゼ科の魚は、背びれが2つあることと腹びれが吸盤状になっているのが特徴だが、白魚の背びれは1つしかなく、腹気はごく小さい。また、鱗も側線もない。十分に成長しても、飼魚のような特徴を残すことから、プロジェネシスと考えられている。ハゼ科の中では、 形態が得意な種類として位置づけられ、一族一種の人絵型として分類されている。学名の種名ピーターズイは、被災者のヒルゲンドルフが、死のペータースに対して、懸命したものである。通常は、沿岸の浅い海に生息し、プランクトンを捕食しながら生活しているが、早春には、生魚が川の下流域に遡上して産卵する。生魚は、川口で群れをなし、 満潮寺の揚げ潮に乗って川を遡る。汽水域上限から淡水域にかけての天石が多い区域にたどり着くと群れは解消される。一夫一切一回限りの繁殖様式とされ、1から3ミリメートル程度の歴史底にオスは、おののが、石の下に潜り込んで産卵室を作り、メスを誘って産卵させる。メスは産卵室の天井に、 長径3ミリメートルほどの細長い水滴系の卵を約300個産卵する。海水では孵化しない。産卵、受精後はオスが過ぎ残り、孵化するまでの2週間ほど何も食べずに卵を保護する。寿命は約1年で、メスは産卵後にオスも卵が孵化した後に死んでしまう。孵化する死魚は全長5ミリメートルほどで、すぐに川の流れに乗って海へ下る。 古来より川の下流域へ集まる頃の生魚が、食用に漁獲され、早春の味覚として知られる。食用以外にはメバル島の肉食魚の釣り絵としても、利用される。白魚漁の風景漁には十字に組んだ竹二本で四角形の、網を吊るした四、手網が、全国的によく使われる。網を川底に吊るし、白魚の群れが、網の上を通過した時に一気に引き上げて漁獲する。 もので、早春の下流域で4、手網を繰り出す様は、春の風物詩ともなっている。他に、地引き網やヤナなどでも漁獲される。ヤナ漁が行われる地域は、日本各地にあるが、福岡市の下見川下流における、白魚のヤナ漁は、江戸時代からの伝統があり、マスコミで取り上げられる機会も多い。南三陸町の入り前川では川に、幾何学上に積み上げた、 ザワと呼ばれる石垣の隅に追い込んで捕獲する漁をしているが、これは戦後発達した漁法で近隣地域に見られないため近年、白魚祭りと称される祭りが開催されるようになった。近年、日本では高級食材として扱われている。死ぬと著しく風味が落ちるとされるため、流通する際は水と酸素を充填したポリ袋に入れるなどして、死なせないように注意が払われる。 生の白魚を軍艦巻きの寿司種にしたり、生きたままポン酢などで食べる踊り食いなどで生殖が広がりつつある。踊り食いや生殖については、河川の細菌や寄生虫など、衛生上の問題が一部で指摘されている。他に、天ぷら、卵とじ、吸い物のワンダネ、人参などと共に炊く炊き込みご飯などの料理が伝統的に食べられている。朝鮮では、京昭南道や釜山で、 フェや、ムルフェと呼ばれる酢、唐辛子などで味をつけて生殖する料理や、日本の環境省が作成した、寄水、淡水魚類レッドリストでは、1999年版で、純絶滅器具として掲載され、2007年改定版で、危険度が増したとの判断から、絶滅器具ツール類となった。日本では、その他にも、各道府県のレッドリストで、絶滅器具種として掲載されており、 うち県では絶滅危惧愛類に指定されている。日本国内の分布域のほぼ全域で個体数が減少している。原因は川や海の水質汚染、または川口関設置やコンクリート護岸など河川回収による産卵上昇失と考えられている。ありがとうございます。